お疲れ様です。チーム軍艦のいです。今回は侍ジャパン久保田投手の動画となっております。まさか WBC2006 年日本代表ガチャが来るとは思ってなかったんですけども、2006年は久保田投手、2009年は岩田投手が登場いたします。そんな侍ジャパン久保田投手なんですけども、ツイッターを見てますと弱体化なんてことをね、言われちゃっています。ちょっとね、残念ですよね。今回の動画はタイムスリップと比べて能力がどうなったのか見ていきましょう。そして無課金純正はどうすべきかお話ししていきたいと思います。それではね、最後まで見てください。やっていきましょう。それでは侍ジャパンとタイムスリップの能力を比べていきたいと思うんですけども、まずはね、タイムスリップ久保田投手の能力なんですけども、球威81の A、制球77の B、スタミナが70の B となってまして、デフォルト球威型、称号針の穴を通す制球で、球威制球 A 同値にできるんで、めちゃくちゃ強いです。一方、侍ジャパン久保田投手は、球威80の A、制球75の B、スタミナ68の C となってまして、査定年度が変更されてるんで、能力変更は仕方ないんですけども、球威がマイナス1、制球スタミナはマイナス2となってしまってます。何より残念なのは完全球威型というところですよね。称号で球威制球 A 同値にできるタイムスリップと比べると、やはりね、弱くなったと言われても仕方ないのかなと思います。そして投手適性なんですけども、タイムスリップは中継ぎ、抑え、そして限界突破で先発もできるんですけども、侍ジャパンの久保田投手は先発はできません。球種も変更されてまして、タイムスリップは4球種で B 以上の球種は3つと、リーグ目線ではねとても強いんですけども、侍ジャパンはカーブはね追加されてますけども、 B 以上の球種は1つに減ってしまっています。速能も変更されています。タイムスリップは超対ピンチ持ってるんですけども、侍ジャパンは対ピンチがなくなってしまいまして、対ランナーに変更されています。まとめますと、リーグ目線では圧倒的に強いのはタイムスリップの方ですよね。球威制球 A 同値、先発中継ぎ抑え全て可能、そして B 以上の球種は3つとめちゃくちゃ強いです。正直なところ、侍ジャパン久保田投手は弱くなったとね、言われちゃっても仕方ないかなと思います。なので、タイムスリップ久保田投手持ってる人は継承しない方がいいと思います。ただ、そんな侍ジャパン久保田投手なんですけど、確かにタイムスリップと比べると弱くはなってるんですけども、侍久保田投手も強いことは強いんですよね。完全球威型で球威 A、オーダーに入れやすいですし、中継ぎ抑えができて B 以上の球種は1つあるんで、特にね、この B 以上の球種が一つあるのは本当ありがたくて、鍋地、佐伯投手、伊藤正史投手は B 以上の球種はなくて、OB 第5弾で登場した伊藤敦投手もなかったんで、コンボのこと考えても侍ジャパン久保田投手オーダーに入れたいですよね。そして何よりもスピーツが4200なんで、僕みたいにタイムスリップ久保田投手持ってない人は、20日から開催される最強決定戦に必要な投手となっています。それでは最後、無課金阪神純正はどうするか考えていきたいと思うんですけども、先ほどタイムスリップ久保田投手持ってない人は欲しいとは言ったんですけども、無課金はやっぱりスルーになるかなと思います。理由は3つありまして、1つ目はガチャに自チーム確定がないのでリスクが高いことですね。ガチャは30連、60連、90連で2006年日本代表の S ランク1人は確定なんですけども、自チーム確定がないんで、そこはね、かなりリスクが高いんで、無課金はやめといた方がいいと思います。理由2つ目は、もうすぐグランドオープンっていうことで、3月29日にはね、もうスピーツ4300の選手が登場するんで、無理して侍ジャパンのガチャする必要ないのかなと思います。ラスト理由3つ目は、タイムスリップの方が強いからですね。TS 久保田投手持ってる人は侍ジャパン必要ないと思います。僕みたいにタイムスリップ久保田投手持ってない人で最強決定戦上位を狙ってる人はガチャするのはいいのかなと思うんですけども、2009年日本代表の岩田投手の能力も気になりますし、2009年は開催日がね、8日から22日と長いんで、もしかしたら最強決定戦前に何か来るかもしれないですし、僕は1000エナジーちょっとしか今ないんですけども、最強決定戦前にどこで最後エナジーを使うかすごく悩んでまして、もしかしたら久保田投手求めて勝負のガチャ30連やるかもしれないんで、ガチャする場合は動画か配信でやるつもりなんで、また見ていただけたら嬉しいです。はい、というわけで今回は侍ジャパン久保田投手の動画となったんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。
正直なところ個人的にはね、久保田投手タイムスリップで登場してるんで、久保田さんよりかは2006年2009年どちらも選ばれている球児さんにね登場してほしかったなーっていう思いはあるんですけども、能力も弱くなってしまって弱体化って言われてるのもね残念ですし、皆さんは今回侍ジャパン久保田投手どう思ったでしょうか。皆さんの感想もぜひねコメント欄にお願いします。最後に契約書開封して終わりたいと思うんですけども、ゴールド契約書20連やって終わりたいと思います。まずは10連目やっていきたいと思います。見ていきましょう。さあ S ランクは来るか、お願いします。いやーでもね、もう早いもので3月が始まりましたからね。最強決定戦ももうすぐだし、いやー1年間ねこの最強決定戦のために頑張ってきたんで、なんとかね結果残したいとこなんですけども、あとはね投手のところですよね。いやー OB 第6弾がねなくてこの侍ジャパンが来るのかな。結構誤算でしたけど、はい、それでは20連目もやっていきましょう。さあ頼む、奇跡起こせ。オール B だけはやだやばい、オール B かも。いやーそうですね、なんとか契約書で久保田投手、おっ S ランク来た、 OKOK、 ラッキーラッキー、ありがたい。なんとかね累計で久保田投手獲得できたらいいんですけど、あとはね WBC 2009年日本代表の岩田投手の能力もね気になりますよね。来た、おービシエドさん、もう1枚だけかな、さすがに。なんかね中継ぎ適性があるんじゃないかなんてね噂ありますけど、岩田投手もとても楽しみです。ラストは誰だ、うーん B ランク森下さん。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは無課金阪神純正でプロスピ楽しんでおります。ぜひチャンネル登録そして高評価していただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。バイバイ。